ドイツブンデスリーガのライプツィヒは29、来季の指揮官にレッドブルザルツブルク、ジェシー・マーシュ監督を迎えることを発した。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつで、どこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、ブンデスリーガで2位につけるライプツィヒは、ユアン・ナーゲルスマン監督をバイエルン、ユンヘンに引き抜かれる形となった。その他、後任が注目されていたところだ。マーシュ監は、現役時代に、アメリカ代表経験があり、2018年か2019年にかけて、ライプツィヒでアシスタントコーチを担当。その後、レッドブルザルツブルク指揮官に就任していた。そこでは、日本代表 FW 南匠を指導している。レッドブルザルツブクとライプツィヒは、同じレッドブルグループのクラブ。マーシュ監督は、ザルツブルクで手腕が評価され、ナーゲルスマン監督の後任選ばれている。ライプツィヒとマーシュ監督、契約は2年間と発表された。両。